あともう少しよ、B。持ちこたえられる？気分は最悪だけど、耐えるしかない。ここが正念場よ。周囲で怪しい動きがあれば直ちに報告しろ、花子様。貴様、久しぶりね、オダン。 B は味方よ。はい、花子様。だった、これだけ？いえ、残りはすでに配置につかせています。ここにいるのは特に忠実な者たちです。私に？それとも金に？そうですね、比率は2対8といったところでしょうか。いいわ、それなら問題ない。行きましょう。知ってたの？何のことだ？サブローよ、彼のコンストラクトと話した。何だと？死んだ時に備えて記憶痕跡のデジタルコピーを作ってたのよ。まさかサブロー様はそんなこと一度も。ボディーガードに教えたら仕事が雑になるとでも思ったんじゃない？ありえん。気分はどう、竹村？ナイトシティはいつだって私たちを驚かせてくれる。言葉も出ないほどにね。もし彼らの説得に失敗したら我々は窮地に立たされる。そうなったら私が連中に対処しろってこと？武器の用意はしておいて、それと指示するまで一言も喋らないように。たとえどんなことが起きても私を信じて。1万2000人が住んでる島よ。周りに他の島が腐るほどあるだろう。ここに移住させればいい。コストがかさむだろう。移住はなしだ。1万2000人ぐらい誰も気づきやしない。遅くなりました、申し訳ありません。花子、どうしてここに？我が兄はどこにいるのです？先に始めていろとのことだけど。なら始めましょう、彼抜きで。何をです？頼信を荒坂社 CEO の座から引きずり下ろすのです。は、今なんと。な、何をしてるんです？花子様、ご説明ください。 B、 あなたはここよ。私を一体何だと思って？ごちゃごちゃ言ってないで、さっさとどいて。何なんだ。失礼。頼信は父を殺し、その死を口実に世界中で戦争を始めようとしている。あなたたちは皆そのことを知っていた。面白い。バカげてる。出た目にも程が。まったく証拠もなしにどうやって信じろというんですか。ここに目撃者がいます。全て本当よ。一部始終をこの目で見た。何を見たんだね。頼信が三郎を締め殺す瞬間を。まあ、すます面白くなってきた。紛れもない事実だ。裏切り者は黙っていろ。なかなか面白い話ね。だけどどうせ証拠はないんでしょ。今の証言で不十分だというなら父の言葉を聞いてもらうしかないようですね。何？見下げ果てた奴らめ。荒坂様。赤子のようにまんまと騙されたか。日和見主義に走ったが、いずれにせよ彼にも役員である者たちがなんと情けない。こんなものに我々が騙されるとでも？
トリックだろう。マヘット、お前がミリテクとの全面戦争を憂慮していた時、私はこう言ったはずだ。お前には三つのものが欠けている。自信、知性、そして根性だ。あらさかさ、見たところ、あれから何も変わっていないようだな。本物だ。おじいさま、いかがいたしましょう。花子の指示に従え。花子の発する言葉は全て私の言葉同然だ。意義のある人は？何が起きてるの？どうやら納得していない人がいるようね。ロックダウンされてる。クソ、花子、これはお前の仕業だな。檻の中のネズミのようにここに閉じ込めて共食いでもさせようというのか。今のはこいつの他にもゴロツキどもを連れてきたんだな。花子、あんたら守れ。兄さんは私たちに対処する気。姿を現せ。まさかここまでするとは思わなかった。私は戦力を集めてアラサカタワーを掌握する。あなたは兄を見つけ出して、エレベーターでアトリウム上部に行って、ヨリノブがいるフロアに通じてるわ。花子様、ここは私が任せたわ。でも傷つけないで。目的はあくまで拘束すること。私の兄であることに違いはない。髪の毛一本でも傷つけたら取引は解消よ。私がお守りする。始めなさい。行け、竹村さん。建物全体よ。ご分をお祈りする。それでいい。兄の部下が一人残らず降伏するまでよ。報告を待ってるわ。何の目的でこんなことを。相手になろう。かかってこい。させてやる。
俺が間違っていた。頼信め、重役や自分の妹にまで手を出すとは。奴は狡猾なだけじゃない、イカれている。大丈夫よ、すぐに捕まえてやるから。人は集めたぞ、あとは指示するのみだ。どうする、一斉攻撃を仕掛けるか。向こうも本気みたいだからね、こっちも躊躇してる場合じゃない。ああ、その通りだな。では、全員蹴散らしてやろうじゃないか。敵、いいか、アトリウムを確保するんだ。武器を構えろ、ためらわずに撃て。相手になってやる。こちらに気づいたか。練習は本気だ。よけるのか。フロア全体を掌握されましたわ。気をつけろ。連中がエレベーターを全て停止した。こちらですぐに制御室を奪い返す。3階中央のエレベーターに向かうのよ、急いで。エレベーターのせいで死ぬような恥ずかしい最後はごめんだぞ。戦いはいいものだな。応戦する。次の階段、反対側に階段が3つ。こいつやる気だ。させた。